はい、こんにちは、しゅうやです。カーコンフィギュレーターチュートリアルパート1はモデルの準備ということで、車のモデルを良い方に持っていく前の段階についてお話ししていきます。今回は実作業というより説明がメインの内容になっていますので、少し退屈な内容かもしれませんが、作りやすさや管理のしやすさが変わってくるので参考にしてみてください。このチュートリアルで最終的にどういったものができるかなどは、パート0のイントロダクションを見てみてください。手っ取り早く作りたい、勉強したいという方は、アンリアルエンジンのマーケットプレイスにて、カーコンフィギュレーターテンプレートというコンテンツをチェックしてみてください。テンプレートなのですぐにコンフィギュレーターが作れますし、中身を見ることができます。また、このチュートリアルで使用しているモデルと同じ車のモデルが含まれているので、このチュートリアルと併用することでより学びやすくなります。詳しくは動画の詳細欄をご覧ください。はい、では早速やっていきましょう。今回お話しする内容は大きく分けて6つです。1つ目はモデルの用意の仕方、2つ目見えないパーツの削除、3つ目1メッシュ1マテリアル、4つ目タイヤのノーマルマップをベイク、5 UV は全て開くのか、6モデルのエクスポートについてです。では詳しく見ていきましょう。最初にモデルの用意の仕方についてです。モデルの準備の仕方については大まかに3つあると思います。1つ目が自分でモデリングをする、2つ目購入する、3つ目 CAD モデルを使用する。自分でモデリングする場合はモデリングの腕前にもよりますが、自分でポリゴン数などを調整しつつ、ある程度綺麗なトポロジーにもなると思うので特に問題ないかと思います。購入する場合は下手なものを買うと使い物にならないので気をつけましょう。以前ポルシェのコンフィギュレーターを作るときに、ポルシェのモデルを某サイトで5000円ぐらいで買ったのですが、結局汚すぎてほとんど作り直しました。なのでなるべくワイヤーフレームが見れて安全そうなものを選びましょう。高いからといって良いモデルとは限りませんが、値段よりクオリティを優先した方が後々に苦労しないと思います。ただだいたいリアルタイム用のモデルとしては作られていないので、リダクションなどは必須です。 CAD モデルを使用する場合については、仕事だとほとんどこの選択肢です。ただこの選択肢を取れるのは企業などすでにワークフローができている方だと思うので、詳しくは説明しませんが、大体はデルタジェンやピクシズなどで変換リダクションしてアンリアルに読み込む流れだと思います。またはデータスミスなどを使う手もあります。結局クオリティといい塩梅のポリゴン数を求めると、手作業でのリダクションや調整が必要になってきます。じゃあリダクションというけれど、どれくらいのポリゴン数にすればよいのかという質問があると思います。 PC スペックや用途によるので何とも言えないのですが、参考までに今回のチュートリアルで使うモデルはハム君からお借りしているモデルで、もろもろリダクションや整理をした結果、53万三角ポリゴンになっています。もう少し減らしたくはありますが、レートレーシングを使わないのであれば許容範囲かなというところです。ちなみにポルシェのコンフィギュレーターのモデルは22万三角ポリゴンです。では次に見えないパーツの削除についてです。今見えているのは実際に整理する前のモデルです。例えばこういった部分の見えないパーツやメッシュなどはどんどん削除していきましょう。理由としましては、オブジェクト数やポリゴン数を減らして少しでも軽くするためでもありますし、メッシュ数が減ることで管理しやすくなりますし、作業数も減ってきます。次に1メッシュ1マテリアルについてですが、これはどういうことかというと、1つのオブジェクトにアサインするマテリアルを1つに制限するということです。アンリアルでは一つのメッシュに対して複数のマテリアルを持てるのですが、パッと見どこにどのマテリアルがついているかわからなくなってしまいます。そういった意味で管理しやすくするという意味でこの制限を設けています。またこういった同じマテリアルのオブジェクトは一つのオブジェクトにまとめてしまって良いと思います。今回は同じマテリアルのものはほとんど一つのオブジェクトにまとめています。次にタイヤのノーマルマップのベイクについてです。このようにタイヤの溝がモデルだとさすがに重いので、ノーマルマップで溝を表現していきます。元からノーマルマップがある場合は問題ないのですが、ない場合はこのようなローポリモデルを作ってベイクしていきます。今回はサブスタンスペインターを使ったベイクの仕方をご紹介していきます。ローポリモデルとハイポリモデルができましたら同じ位置に重ねておきます。そして一つずつエクスポートをしておきます。今回は FBX でエクスポートします。またツールによって設定は違うかと思いますが、三角形ポリゴンになるようにエクスポートをしておいてください。
ポートができましたら、サブスタンスペインターを開いて、先ほどのモデルを読み込んでいきます。ニュープロジェクトで先ほどのローモデルを選択します。で、OK を押します。読み込まれましたので、テクスチャーセットセッティングスから、メイクメッシュマップス。で、今回は 4K のマップをエクスポートします。で、こちらに先ほどのハイモデルを読み込みます。今回はノーマルマップだけしか使わないので、他のマップはオフにしておきます。で、ノーマルマップが焼けましたら、ノーマルマップだけエクスポートしていきましょう。ファイルからエクスポートテクスチャーズで、最初にプリセットを作っちゃいます。こちらのプラスボタンを押すことでプリセットを追加することができます。RGB を1つ追加して、タイヤ、ノーマルなどとつけておきましょう。で、DirectX のノーマルマップをドラッグ&ドロップして RGB チャンネルズを選択します。これでノーマルマップだけをエクスポートするプリセットができました。で、セッティングスに戻って、こちらにアウトプットするディレクトリを選択します。で、こちらのテンプレートで先ほどのプリセットを選択します。ファイルタイプは拡張して、こちらは何でも大丈夫です。サイズは 4K にしておきましょう。これでエクスポートしていきます。こちらがエクスポートされたノーマルマップです。今回はサブスタンスペインターを使用しましたが、他にもサブスタンスデザイナーでも、マーモセットでも、ブレンダーのベイクスルーツールでも何でも問題ありません。次に UV は全て開くのかということに関してですが、基本的には開いていません。今回マテリアルは基本的にオートモーティブマテリアルズパックという無料でダウンロードできる自動車をメインにしたマテリアルパックを使用するのですが、このマテリアルにはトリプラナーという機能が備わっており、UV がなくてもテクスチャーを貼ることができます。ただトリプラナーだと形状によってはテクスチャーの切れ目が目立ってしまうため、綺麗にテクスチャーを貼りたい場合は開く必要があります。またライトマップについてもムーバリにするのであれば必要ないのですが、スタティックで綺麗に影を焼きたい場合は自前で開く必要があります。今回は全てムーバリにするのでライトマップは開いていません。最後にオブジェクトをエクスポートしていきましょう。オブジェクトは基本的にピボットを原点にしてエクスポートします。ピボットの位置を揃えておくことで、アンリアル内にインポートしたときに、この位置を保ったままインポートすることができます。タイヤ周りに関しては、回転軸あたりにピボットを置いてエクスポートします。また、アンリアル内で複製するため、タイヤは一組だけエクスポートすれば大丈夫です。ただ、今回は前後でタイヤの大きさが異なっていたため、二組エクスポートしました。ドアに関しても、後ほど開いたり閉じたりする機能を追加したいため、回転軸あたりにピボットを置いてエクスポートします。ドアがシンメトリーの場合は、こちらも一組だけエクスポートすれば大丈夫です。また、タイヤもドアも元の位置がわかるようにしておくことで、アンリアル内で配置するのが楽になります。オブジェクトはすべてまとめてエクスポートするよりは、一つずつエクスポートした方が、後ほどモデルの修正が必要になった時に、再インポートするのが楽になります。エクスポートは基本的に FBX でエクスポートします。また三角形ポリゴンになるような設定にしておきましょう。今回は以上となります。マヤで説明しましたが、ブレンダーや MAX でもやることは同じです。次回は UE4 の作業に入っていき、プロジェクトの作成や車のメッシュのインポートなどをしていきます。わからない部分や質問がありましたらコメントいただければと思います。コメントで答える場合もありますが、詳しく説明した方がいいことや補足した方がいいことは、追加の動画またはブログに記載していきます。ブログの URL は概要欄をご覧ください。動画が参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では最後までご覧いただき、ありがとうございました。